こんにちは、ライブとオリオ今西です。今回は前回に引き続き UAFX シリーズのこちらを紹介していきたいなと思います。 UAFX のこのディレイにあたるスターライトエコーステーション、今回はちょっと歪みペダルと組み合わせての音がどんな感じになるかだとか、あとはですね、この開発者の方にどういう思いでこういうのを作ったんですかっていうのを伺ったので、そういったののご紹介も合わせてやっていきたいなと思います。まずこのテープ、1個目に設定されているテープの A の音ですね。で、この A はなんかね、あの新品のテープをエミュレートしたこの結構きらびやかさがあるだそうでございまして、で B にするとちょっと古いテープの違い分かりますかね。でそして C にすると古いテープがさらにこうくたびれちゃってる状態、この B と C はなので結構あったかい感じで、 A は比較的キラッと、っていう結構細かい違いまで設定できるっていうようになっていて、まあこういったお好みのキャラクターを選べたり、もちろんね、各種つまみでディレイタイムなどのフィードバックを設定していくっていう感じになってます。そして当然タップテンポついてまして、このテンポでいくと、まあ、シブですよね。どんどん上げていきますね。感じになってるやつですね。はい、じゃあちょっと他の音を見ていきましょうか。今のテープでしたね。続いてアナログ、アナログディレイです。暖かい、あ、残響音、これいい、良くなかったですか今の。じゃあこのアナログにも ABC のモードがあるので切り替えてみますね。まず今の A ですね。これ実はですね、ビブラートがちょっと入ってて、まあ、めっちゃ足すと、めっちゃ足されたな、こんな足さなくてもいいやっていうのが入ってたんですね実は。でこの B にするとこれがオフになります。そして C にするとコーラスが加わります。これね、こんな書けないんですね。これをあっさり混ぜる、なるほどなるほどっていうテイストを混ぜれるので、まあ何も混ぜなくていい人はね、 B にしとくと、っていう感じになっております。A もやっぱ捨てがたいな。あっさりで A もいいかもしれないですね。コンパクト、まあこれコンパクトエフェクターって言っていいのか分かんないけど、エフェクターももうここまで来たかっていうクオリティのサウンドがしております。じゃあ次行ってみましょうか。じゃあ次のプリセーションモードです。また違ったキャラクターですね。 C、 コーラスのエフェクターをこの曲だけ使いたいけど、ちょっとコーラスのエフェクターの置き場所がないっていう場合だとかは、このコーラスっぽい感じのディレイサウンドを1個作っておいて、それをこのストアボタンで保存しておくと、まあ、いつでもね、このプリセットボタンを、まあ、これ今ちょっとタップ兼用になってるんで、このエフェクターは長押しなんですけども、まあ、長押しすることによってこのコーラスっぽい音にいつでもいけるっていう形になってますね。じゃあちょっと一番このテープに戻って、他のエフェクターつないでみて、どんな感じの音がするかやってみたいなと思います。
はい、つながりました。そしてまた TSV808 を持ってきてしまいましたけれども、ちょっとオフにしてこっちだけオンにすると、うん、これに入れてみましょうか。ちょっと結構いじっちゃいますね。この歪みの良さは殺さずにディレイ音だけ足して出してくれてる感があるところがすごいなとちょっと今弾いて思ったんですけども、この機種もですね、ドライ音、原音には ADDA 変換させずにドライ音はアナログのまま通過させて、そこにデジタル処理したディレイ音をこうミックスして出してあげてるっていう形になってます。歪んだエフェクターのこのキャラクターの感じをこう損なうことなく出すようにいろいろ気を配って設計されてるんだなっていうのがすごくね伝わってきましたね。ちなみにどれくらいディレイタイムがいくんだろうか、めっちゃ上げてみよう。ディレイタイムマックスで、あー、他のタイプはこれで、フィードバックを全開してみるとか、はい、鳴り続けました。さてさて、で今回ですね、まあ、これをですね、フックアップさん、日本のですね輸入代理店フックアップさんなんですけども、フックアップさん経由で開発者の方にですね、ちょっと質問をしてお答えをいただきましたので、ここでちょっとですね3つだけご紹介させていただこうかなと思います。じゃじゃーん、はい、じゃあいきますね。これね、3つともすごくね僕が聞きたかったことをですね質問させていただいたんですけども、1つ目、なぜこれを作ろうと思ったんですかでございます。これはですね、まあこれまでのストンプボックスまあエフェクターですねの中で、まあ最もサウンドに忠実なクラシックリバー、ディレイ、モジュレーションを提供してより多くの演奏や素晴らしい音楽の創造を促したかったからです。まあでもそうですよね、もうユニバーサルオーディオさんはこのストンプボックスサイズっていうのは今回初ですけれども、もうね歴史が、もう僕も大学生の頃からだからもう18年間ぐらい、はい、ずっとこのユニバーサルオーディオはねずっと使ってきたので、そうか、なるほど。そして2つ目の質問、開発時にどういった苦労がありましたかっていうのも聞いてみました。そうするとですね、スタジオのラックレベルのシステムをいかにこうやってペダルサイズに小型化するっていう、そういったところだとか、あとはアルゴリズムの作成と調整、すごくね苦労したということで、そして最後、どういう人に、あるいはまあどういうシーンで使ってもらいたいですかっていうのを質問しました。 UAFX はギタリストがリアルタイムでこう音作りをしてこう使うっていうために設計したペダルなんですけれども、スタジオクオリティのリバーブ、ディレイ、モジュレーションだって、まあ、そういう風な声があったとのことで、まあ、そういうのを求めてるミュージシャンだとかエンジニアの方にもぜひ使っていただきたい、まあ、そうですよね、そういうクオリティでしたよねという声をいただいておりますという、はい、リアルタイムでこういう風に使うもよし、レコーディングの時にね使うもよしということで、ぜひいろんなシーンで使っていただければということでした。皆さんにも音聞いていただいたと思いますけれども、本当にクオリティ高い感じの音が出てましたので、まあ、僕がねこうやっていいですいいですって言ったのも、まあ、まあそれも参考にしていただければいいんですけれども、ぜひこの動画で、ね、鳴ってる音を皆さんにこうやって聞いてジャッジしていただいて、あ、グッとくる、これだと思った方はぜひチェックしていただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。2週に続けて見ていただいた方、どうもありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。